なんかセジュのガンクにスレッシュがフラッシュで合わせたらグレーショル出てもほぼ格だから。なんだって一回やったら強すぎるじゃん、マジマジ。お前、こら。これ、と、うん、ポジションが良くなる可能性があります。かなりね、ファイトがね、変わるんだよね、やり方が。これ無料マジか。考えたことない。ロールやっててそんなこと。やってきまーす。意外とうまくいぞ。これ相手連また強いですよね、ラックって。うん、強いね。これ掴んで OK ね。ミッド何番します？そうですね、同じですね、考え方としては。一回俺のレーンは流していいかな。俺のレーンは大丈夫。これかな？番、タイクズハンの時何番する？タイラスでいいと思う。タイラスは確定。タイラス。あのね、クズハさん、正直いろいろ使えるけど、あの、連度低いっす。結構。おぉ、好調！なるほどね。大丈夫っすか？なるほどね。それは褒めてるんですか？悪くだから、あの仕上げてきたやつバンしましょう。あ、了解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 。練習してきてバンすんの？練習してきて感触良くなってきたやつを消しましょう。校長にお気持ちっすね、じゃあ。レシートが来るんだ、これ。ジンはね、俺分かるんですよ。ジンは分かる。ラックスは？僕使えるんですよ。ラックスは今、ウィキで見ました。動画見ました。オッケーです、オッケーです。ミニオン縦にし動いても貫通してくるやつ、マジでずるい。ラックスもでもミニオン貫通ダメージですね。まあでも、しばかれるぐらいなら今回ちょっと、なんとなく射程わかるから、ちょっと射程はいいようかな。うまいよな、あの人、マジで。それでいいと思う。なんかセジュのガンクにスレッシュがフラッシュで合わせたらグレーショル出てもほぼ格だから。なんだって何て言うかな。あ、そうか、そう。魔法の呪文やめて。違う、無理じゃん、今のは。今のは無理だよ。どうやって言えばいいんだよ。あ、ロールって難しいゲームなんだ。違うよ。今のはむずいよ。いや、むずいな。いやいや、とりあえず、ボットを押したら、ウルカがフラッシュインして合わせてくれっから。はいはいはい、うん、ああ、ボードが来てくれたらいいけど、そうジャックスだったら無理。あ、ジャックスやったら無理なのか。オッケー、したくない、ね、間違えた、俺 W から取っちゃった。レイさんごめん、マジで。最悪や。はい、まあ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 、えぐいな、これ偏差値してんのかな。偏差値ね、4、俺向き読まれてる、はい、そうそうそう、はい、変更移動ね、これ紹介しましょう。そう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 、うまいうまい、これね、教わったんですよ、今日コーチに。で、今危ない危ない危ない、レベル2レベル2レベル2、これ当たるとやばいっす、それ当たるとします。甘い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 、一回やった後強すぎるじゃん、マジでマジで。お前こら、1、2、こっち側だ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 。4発目がもう大叩く受けるともう終わりです。あー、クリティカルね。オッケーオッケー、わかる。ちょっと殴っちゃうわ。ボードカがうち、ボードカがうち、ボードカさん、それちょ、うるせえ、それ勝って、それ勝って来てほしい、それ勝ってすぐ来てほしい、これボードカがうるせえな。3になる前に来てほしい、これ。今すぐ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 、うるせえ、ちょっと待て待て待て、早く来い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 、ちょっと4になる、4になる、黙れ、行ってる行ってる行ってる、気使った相手1個。あー、なった、遅いわ、遅い遅い遅い、遅いわ、買ったら来てっつって買ったら行ったのに、うぜえ。ジンミッド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 、行け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 、俺殴り合ってるわ。おー、アイスくん、バイ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 。いや、俺フラッシュがいらなかったかな、今のフラッシュがいらなかったかな。いや、俺もフラッシュ、いやでもな、これラックスフラッシュ全部あった。オッケー、え、ここ帰った方がいいの、俺これは。やばい、ここから、これかなりやばい、最強の赤アリユ。あー、やったんだね、敵のランページ。いや、やったんだこれは、やった、最強回だ。これまた関さんが泣いちゃうよ、これ。これはなんだこれって言うぞ、絶対俺にはわかる。
これいけない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 。いやいや。三人いるよ。三人いるけどいい？これ。行きたい行きたい行きたい。陣ね陣ね陣ね。セクさんちょっと引いて。うん。自分持っています。エイトロ来るエイトロ来る。エイトロ来てるエイトロ来てる。オッケーオッケー。明かり来る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 。解散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 。おお。解散解散。ああ抜けらんない。ああ。ダメか。助けてヒューが抜けれなかった。いいぞいいぞ、これ殴っていいぞ、これ殴っていいぞ、これ殴っていいぞ。これ明かりないよ、これ明かりないよ、明かりないよ、明かりないよ。当たれるよ。当たりたい、当たりたい、当たりたい、これ当たんないとダメ。これよ、フォーカスこれでいいよ、フォーカスこれでいいよ。落選、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 ナイス。解けるか。誰誰誰誰。エイトフとバイがフロント。手前から、手前からでいい、手前からでいい。あダメージがねー。厳しいねけど。ダメージが。はい、俺は勝った。ちょっと間に合ってなかったもん。今のは。勝ちの味を知りたい。正直序盤事故ったのと、まあ、ボットのそのガンク合わせだけだから全体で言う話は、もうそれぞれあとはミクロの話して大丈夫です。うん。OK、スマートに行きましょう。さっと行こう。よし。はい。行くぞささん。行きたくない。行きたくない。行くぞ。やだやだやだ。行きたくない。行きたくないよ。あ、自分もついていくわ。レーニングで言うことがあるとしたら、ちょっと待ってよ。この瀕死のキャノンをダブルが上がってるのに、もっとリーチの短い Q で食おうとして、うん、まず手裏剣当たっちゃう。うん、で、ここで速攻 E 覚えて、タワーに一発引き込む。タワーに E 使って。うん、そしたら、明かりにワンショット、タワーショット入るから、うん、まあ五分のトレードには持ち込めたかな。ここがまず一個、一番もったいなかったとこかな、序盤。基本ね、ヨネって、ファーストリコール、それこそバーサーカー入るまでは、割とミッドレーンで最弱、ベイガーにも勝てないし、うん、っていうぐらい、ヨネって本当に、ひ弱な生き物だから、安尾より。もうなんだ。そう、そこはかなりわきまえて、序盤レーニングしないと、本当に後半っていうか、序盤からかなりレーン崩されちゃう。了解。っていうところぐらいかな。結構靴は優先しちゃって OK。了解です。はい、ここ気をつけて。ここ気をつけて。ここ気をつけて。石原入ろう、入ろう、入ろう。もう入っていい、もう入っていい、もう入っていい。手前からね。え、こっち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 から、うち、遠回り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 。こちらこれ。あ、もう普通に。いいよ、だいぶよ。だいぶよ、だいぶよ、だいぶよ。ゆっくり、ゆっくり。よりよりと気をつけて。ゆっくり、ゆっくり。エズダメージ出せるよ、エズダメージ出せるよ。ポリロゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。これ、勝てる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 、うっとつける。あ、ダメ。追いかける、追いかける。うんうん。うわ、マジか。いやー、シールドムンが。行ってくれ。うわ、やべえ。びっくりした。はい。オッケー、オッケー、オッケー。ドラ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 。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ドラ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 。これ注意ね、ウルカさん。パッと行こう、パッと行こう、パッと行こう。キキさん、ボットもどっちもいいってね、これ。来てる、来てる、来てる。大丈夫。これ、飛んできてる。あ、いや、取り切り、すぐ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 、取り切り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 。ナイス。危ね。エズ出せるよダメージ。これエズ出せる。エズ出せる。エズ出せる。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 ラカ。手前から。奥行かない。奥行かない。奥行かないよ。奥行かないよ。奥行かないよ。ポリポリ。オッケー、オッケー、オッケー。ダカ。ユースレベ。よね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 。ナイス。やりきった。やりきった。やべや。シードつけてる。シードつけてる。ナイス。ナイス。ナイス。すげえ。ナイス。あ、マスミスター。うわ、危ねえ。走るこいつ。いってるいってるいってる、ここがケルケルケルここケルここやってる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 シードあるシードあるあーやべーこれ止められたわ。読んでね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 全部切る全部切る全部切る。ナイスー。ナイスナイスナイス。おー、残った。危ねー。押せる押せる押せる。ガンプシュ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 。敵もめっちゃミッドだ。おい、先入ろ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 。こっち先入ろ。こっち先入ろ。オッケー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 。こっち、エズが遅い。伊関さん、下こっちね、こっち、下側。こっち側に、下側に絡める。触れるよ。ケール分で勝てるから、触れるよ。触れる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 。オッケーオッケー。はいはい、めちゃくちゃ早い。オールとチューニャ、オールとチューニャ、オールとチューニャ。
俺綺麗なんこれ。いやいやこれ反転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 ね反転ね反転手前から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 でいいよ手前からでいいよ手前からでいいよ。エイズフリー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 。いやーこれ綺麗でも持ち上がってんのか。いやエズエズエズスカイブが出る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 。いやいい回答だけどな。いや俺打ち上がっちゃった。いや前すぎた。勝ってなんだ俺相手見せたか。ナイスナイスナイス。触りそう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 。あ行っちゃったわこれ。触りそう触りそう。政治が先かな政治が先かな政治が先かな行くとしたら。ヨネミヤねずっと。ヨネここヨネここヨネここ。そこだったら当たれるよ当たれるよ。うん、重なんないね重なんないね重なんないね。うまい口切り。あれ最後蹴る。ゆっくり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 。危ない。うわこれ俺来た。ねよ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 ね。うわさごめんしな。しました。オッケーオッケー。守ってる守ってる守ってる。ケイで使うが出る。頑張れ。ナイス。ナイス。あーダメ足んねえかな。うん。うんこれ無理か。いや惜しいけどな。キャリープリーズ。無理だ。まあでもさっきの試合より全然いいんじゃね。どんどん。さっきの試合より全然いい。敵のフロント硬すぎやあれ。ガッチガチなんやけど。殴ってるけど全然。食いかねー。これねあ。ボドカさんと関さんめちゃくちゃ良かったマジで、うん。この試合。ボドカさん集団戦かなり完璧に近い動きしてた、はい。まあ、どうして負けたかはじゃあちょっとだけ説明していきますね。お願いします。とりあえずまず、うん、22分にあった集団戦がめちゃくちゃ良くて、ドラゴン前で、キャッチしたやつかな、うん、ここすごく良かったのが、まず関さんをしっかり呼んで、で相手にエンゲージさせる、自分たちが触らないで、下がってここめっちゃ呼ばれてたんだな。で合流待ってで、うん、でここをボドカさんがしっかりフロントしながら、うん、で最後死なないで抜けていくんですね。これ完璧マジで。なんかよくよかった。いいタンクだな、うん、なるほどね。こうやったら褒められるのか。タンクのボドカ。そうポジショニングどういう次元惜しい。でまあちょっとここはミクロコーチからササに後であるそうです、うん、後で後ほどね。怖いよ。でこの後取り切りってなって、これ関さんね位置いい。なんかその内側にいるんじゃなくて外側にいるのめちゃくちゃいい、うん、ここでフリーディール。 俺やっちまったなと思った、うん、ここに入った時すごい本当にフリーディール、うん、ここの中にいるの危なかったんだよね。でここボドカさんめっちゃいい。関さんに行かないようにここで止めてるんだよね。で慌てなくて下がって、うん、時間稼いで、でウイングマン、このいい入って完璧マジで。この時間最高だった。ウイングマン、あ、キュウイングマン、あで、見せて。ここスタンミのコールめっちゃ良かった。もう入っちゃおうみたいなやつ最初に。うん、ここねここねボドがあれか、わかんねえわかんねえって言ったのか。これ課題だよな。で負けた理由が。うん。スタンミがスタックがなかったのと、うん、太陽さんがウルトを使わなかった。いや、R 連打してました。俺、スタックないこれ。スタックない。あアニーは0か1から始まっちゃうと、これやばスタックが足りなくなっちゃう。うん、ここ、太陽さんウルトだけ打って、引いて、要するに一緒にそう、全体で一緒に引いてもよかったですね。いやとりあえず、オンの9から離れたかった。うん。まあ、言うてスタンミがスタック打ったらこれで全員スタンになって関、ね、さんのウルトが入ってみたいな感じになってるシーンではある。いいっすかちょっとさっきの場所喋りたいことがあるんですけど、はい、ちょっと戻してもらって、はい、こうしろじゃないんですけど、もう一つこの状況になった時の選択肢の話なんですけど、うん、ドラゴンをこれいつも動かさずにみんな殴ってるじゃないですか。引っ張らないだよねいつも、うんうんうん、これ殴って引っ張ると、うん、ポジションが良くなる可能性があります。なんでかっていうと、ドラゴン中で殴ると、うん、中で殴る人と外で殴る人で分かれるんだよねこれ。そうねそうね、うん、でこれもし、まあ、例えばさ、ドラゴンをこの今ボドカさんの位置まで引っ張って殴ったらどうなるかっていうと、ボドカさんがもうちょっと下いるんだよね、うん、確かに、うんうんうん、
そう、このエズリアルの上ぐらい、そう、この真ん中ぐらいにいると、かなりね、ファイトがね、変わるんだよね、やり方が。では、もう相手が絶対にファイト来るって時のドラゴンファイトは、ドラゴンを引っ張って殴るのも選択肢に入れていいかもしれない。なるほどね。これ無料マジか。考えたことない。ロールやっててそんなこと。マジで一度もない。引っ張り出すか、次は。そう、引っ張ると。広げるってことですよね、陣地を。そういうこと、そういうこと、そういうこと、正解、正解、正解。この時間帯にそのフォーカス食らってドラゴンのダメージ食らってもあんま痛くないもんね。痛くない、痛くない。うん。もちろん全部じゃなくていいよ。あの、ラッシュするときはラッシュしてもいいんだけど。ちょっと待って、これめっちゃすごいな。あ、これも一つの選択肢に入れていいかなって感じだね。はい、こんだけです。12分経ちましたので個人の、はい、判定に。ありがとうございます。はい、はい、そしたらね、もう一回じゃあ画面共有ですね、お願いします。まあ、ここは確か勝った集団戦だったかな。だから、まあ、ここは本当に細かい、マジでミクロの話になるんだけど、うん、こう相手追いかけますと、ここをオーンをみんなで捕まえようとして、うん、まあ、多分最終的にオーンは取れたんだけど、ここでアニさんスタック溜まってるやん、うん、でスタさん Q と W が今上がりましたと、うん、ここでオンに Q 打ったじゃん今、うん、この瞬間に W 打つとアニのスタンスタックがマックスになって、うん、この着弾した Q がスタンになる。知ってた？知らなかった。そうなの。これいいでも、そんななんの？E でも OK。 3スタック溜まってる時に相手に Q 打って、うん、W もしくは E、 なんならウルトでもいい、1個スキル打てば、うん、マックススタック判定になってこの Q がスタン扱いになる。へー。だからここオンを結構相手で、あ、奥まで追いかけずにオンを確実に取ることができたっていう。そんなんだ。そうなの。そして問題のシーン、まあもう問題のシーンつっても、まあここはもうスタンスタックなかったよねっていう話かな。ドラゴン始まる前はミッドのプッシュの優先権、あ、主導権取って先に視界ポジショニング取るっていうのは大正解で、まあ、この Q も、うん、まあ、若干怪しい。相手がマジで鋭い仕掛けしてくるんだったら、もうアニーのスタックがゼロってなってるの全員見えちゃったから、うん、これを見てなんならオーンが仕掛けてる可能性もあるかもしれない、うん、相手がこのこっちのジャングルの視界取れてたらね。今回は、うん、あの視界こっちが先に取れてたからここは仕掛けられずに済んだけど、うん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 、でここも次の集団戦に向けて W と E をどんどん回していく、うんうん、まあ、なんならスタック2でも全然集団戦始まっても OK。 そうやね、すぐに QEW って打てば全然スタンすぐに溜まるから。ただずっとこの場面でも W と E 回してなかったからスタンスタック溜まんの遅くって、そろそろかな、この辺で仕掛けられちゃって、これが問題なんだよね。そうだね、 E 使って、で W はもうこの時点になったら W って温存したいじゃん、うん、だから E でスタンスタック回すしかないんだけど、そしたらこう、もうこことかやばくない、ここ本当にアニー相手にこんだけ固まってんの、うんうん、ここでアルティメットとかにスタンが溜まってたらすごい集団戦変わってたと思う、うん、これちょっと、まあ、これはまあ正直オンがかなり上手かったけど、スタンスタック溜まってたらオンの打ち上げも食らってねえな。てかなんでできねえんだろうな。まあここはねマジでね、マジでもうここはもうエラーが起きまくってて、はっきり言ってスタンドとこととかも考えれてなかった ね。スタンスタックとかも多分結構ねパンクしてたら回んないと思 う。でもアニーを使っていくんだったらやっぱそのそこまで ね、ちゃんと頭回していかないといけないかも、はい、って感じかな。助かります。戻りますか。すいません、お待たせしました。ウィース、お説教でした。お説教。いや、俺もちょっとね、そもそも根底が間違ってたね。ロルとは何たるかをもう間違えてました。今。それに気づきました。ちゃうことやってたのか。ちゃうことやってた、俺は。